浅井浅井浅井、はい、ちょっとね遠征帰りなんですよ、はい、今回でそこで、うん、森村さんとちょっと面白い蕎麦屋さんがあるよって来たんですけど面白い蕎麦屋さん、うん、面白い蕎麦屋、はい、美味しいってこと、はい、味も美味しいですね八重蕎麦さん飲み屋街のど真ん中にあるんですけど、結構ねこの周りの店もおしゃれなんですよ、うん、この向かいの、ここ見てくださいこれ向かいめっちゃおしゃれなバーみたいなとこがあるんですね。はい、ちょっとね、中入りました、これ結構ね、モダンな感じでめっちゃいいよ、はい、めっちゃいいね、蕎麦のいい匂いがしますね。すごい、食いしん坊万歳のじゃない、後から何温度だ、あそこ結構有名結構有名にしてるんですよ、サインもあっちになって、いろんな方のサインがある、まあそれで話題なんじゃない。いやー、すごいね、なんかいろんな、いろんな人が来るんですね。作りが結構、木材使っていいっすね、うん、これなんかおばあちゃん近くの味があるの、確かに、おしゃれっすね。こういうテーブル、早速頼んでいきますか。はい、はい、こちらがメニューですね。ビール三枚肉ソーキミックスジューシーですね。ミックスなんですかね。こっちも入ってるんじゃない、うん、何頼むか。じゃあこれ三枚でソーキの大とジューシーがいい。じゃあ俺もそう聞かない。じゃあ僕はミックスとジューシーで、じゃあ僕は3枚の台だけで。なんか逆光で森森さんが来るのかなと思ったら普通に来るだけですね。逆光ではないですね。逆光ではない、うん、なんかコナンの犯人みたいなやつですね、森森さん。劇場版出てくる。結構黒いですか。俺あんまなんか変わらないと思うんですけど。いやいや変わるんですよ。変わるめっちゃ変わるんですよ。めっちゃ変わるっす。俺も結構焼けてるけど、めっちゃ変わる。今回あるでまた焼けましたね、みんな、うん、今回336さん結構日焼けしたっすよね。日焼けしましたね、ちょっと今回塗ってないんじゃない。塗ってない、あんまり。なんでない、いつも忘れた。純粋に忘れた。いつもスキンケア336だろうね。スキンケアというかね、日焼け止めいつも塗るんですよ、うん、今回ちょっと風あるからいいだろうみたいな。ちょっと怠りましたね。たまにはいいんじゃない。あ、ありがとうございますね、はい、はい、ありがとうございます。あ、すみません、はい、いいっすね、この、そう、沖縄の食堂オリオングラスいいよな。沖縄の食堂、このオリオングラスで出してくるのがやっぱいいっすね。最高出ましたよ、グース。高齢グース、蕎麦屋といえばね、高齢グース完成しますからね。めっちゃ綺麗な香り。綺麗ですね。透き通ってますね。美味しそう。美味しいんですよこれ。無人島でもずっと帰ったら沖縄そば食べたいと森森さんと話して。言ってたね。ずっとそば食いたいな。絶対本当戻って初めに食べるのは沖縄そばって言ってましたもんね。結構ね、麺の好みが合うんですよね。そう、ありがとうございます。そうそう、この二人はあの麺の好みの種類が全く一緒だった。太つじで。ここはどんな麺、どんな麺が来るのかね。336の髪みたいな、俺みたいな縮れ麺かもしれないですけど、もしくはちょっと先ちょっと焦げてるから。そうそう、ちょっとね、あの遠征で鍋やってたんですよ。鍋やってて、美味しいなってこう包みからこうしてったから、鍋が近すぎて燃えるっていう。まだ火がいる。まだ焦げてる。どこどこ、先ちょっとほら焦げてるっていうか、あの縮れ麺があることで、ほら嘘、うん、待って、見えない。寄り目だったね、俺。336製麺所、これ見えづらい。オッケー、これこれ製麺所がある。336製麺所が、いやいや、はい、来ましたね。これ来ましたね。あ、でかー。デジマソ、美味しそう。スープですね。スープ、あ、スープやかんなんですね。スープやかん、あ、ネギのシナソーキ、はいはいはい、ありがとうございます。ソーキ、はい、ありがとうございます。3枚、たまや僕です。ありがとうございます。ミックスですね。テンション上がるなこれ。死にますね。麺ですね。麺最高じゃないですか。ありがとうございます。これソーキですね。ソーキの。で、俺もソーキの。三枚の。で、これがほら二種類入ってたミックス。あ、いいね。やばい。いいっすね。ジューシーみたいな、ジューシー。ジューシーなんか色が濃い。本当だ。昆布も入って美味しそうですね。あ、いいね。やばいな。ホストコンいいね、ホストコン。これまた平麺がいいですね、これ。あと、ナゴって感じですね。ナゴ。ナゴヘイマイ。
ょっと思ったこと言っていい、はい、食レポにめっちゃ優しい、ね、あの食レポの動き育って伸びるから、うん、あっちも取られるとこっちも取らないってなるけど、はい、じゃあ先、はい、早期行きましょう、汁かけてから行きます、うん、行きますね、汁の動き、あとこれ、このやかんがあるじゃないですか、やかん、うん、これやかんで入れるっていうのが俺いいですね、なんかあの合宿っぽいですね、じゃあ先行っていいですか、ミックスですね、ミックス、ミックス3枚肉と早期が入ってますね、あー、輝いてる輝いてる、いいよ、あー、きれい、大変だよ、もう待ってる間も伸びないから、シリーズが食レポに優しい、いただきます、あ、カツオだしいいっすね、カツオだしがめっちゃうまい、優勝っす、俺ちょっと今遠征帰りで疲れてたんですけど、うん、今これで疲れがふわんって震えましたね、いただきます、うん、絶対麺うまい、うん、絶対麺うまい、あ、ひらめんありますね、やっぱ名護、名護といえばひらめん結構多いんすよね、多いっすね、あ、東海がいる、安倍司会、安倍司会、安倍司会、なんか改造版みたいな、安倍司会、安倍司会、オルムさんもどうぞ、食べましょうね、オルムさんはあの早期ですね、サムネ、サムネ撮っていいですか、モリモリさんがサムネ、サムネ、これサムネ、サムネなんです、セルフ沖縄そば、確かにこれです、夜間で出るってのがおっとっすね、これ出しかけるときに早期の旨味も出汁に溶けてるね、うん、うまい、カツオなのに濃いっすよ、カツオはめっちゃ美味しいです、めっちゃ、なんかパカってなる、ジンといてよかったっすね、ジンといてよかった、そう、うん、最高の調味料です、うん、めっちゃうまい、ジューシーどうか、僕も僕も森本さんジューシー頼みます、そうそう、ジューシーどうか、あります、あ、アビシャ、ジューシー頼まかったんだ、純粋に麺食いだ、ジューシー絶対頼んだ方がいい、うまっ、やばめっちゃうまい、絶対頼んだ方がいい、これやばいうまいの、うわまあまあうまい、やばいじゃないけど、口に入れた秒で秒でうまさが来る、やばいぞこれ、もう一個食べたい、もう一個食べましょう、おかわりするんだったな、おかわりは十分、最高だ、うまい、はい、ちょっと恒例グースですね、これ入れるとね、ちょっとピリ辛になるんですよ、恒例グースよ、青森でつけてる唐辛子ですね、島唐辛子で、うん、ちょっとだけ入れて、あとは混ぜるんです、これ入れすぎると、ほんと辛くなるんで、もう別にあの、サナサナからチキったわけじゃないんで、はい、これはこんなもんです、ね、入れすぎると全然いいですね、いい感じの辛さが出てますね、ボカボカしますね、やっぱこれ食うと美味しいな、最高、うん、味も最高だし、肉もやっぱうまいからね、この肉めっちゃうまい、うん、美味しい、たまにも美味しい、うん、美味しいよね、美味しいよね、お正月今三枚肉そばですね、うん、三枚肉で、これ県外でも三枚肉っていうの、バラかな、バラ、うん、バラっすね、バラの厚切りみたいな感じ、これが3枚です、これは3枚です、違うのか、皮が取られてるか取られてないのね、うん、食べてるのが、皮付きがあんまり県外ではないらしい、うん、うん、なんかあれだね、もったいないね、うん、あ、美味しいのにね、まあ、この脂肪分が美味しいよね、うん、もう麺がね、マジで拾うちゃう、きしめんみたいな感じ、うん、うん、マジでうまいっすね、スープによくからも美味しいお箸が止まらなかった止まらないですね、スープが上品、スープが一番美味しい、森森さんがずっと食べて言ってたそばさん、なんか海行ったらそば食べたくなるね、確かに、わかります、そばかラーメンかの二択になってきますね、とりあえず何か麺類のポストに、沖縄のビーチの海の家も体づくてっていう沖縄そばありますね、あるね、うん、あるある、いやいいですね、これ食ってね、ちょっと遠征の疲れた体をね、うん、癒したいですね、はい、こんな感じで、あとお昼寝するだけですね、これ食べて家帰って寝るだけですよ、はい、はい、
ここでね、お塩が牛塩頼んで、おっ、おもむろに、どうしたお塩、どうした、なんか、もう、うん、美味しそうだなと思って、うん、そんで今から何をするんだ、お塩、美味しそうだなと思って、七味を買って、どうも、お、まさか、うわ、茶漬け、いいね、食べたら美味しそうだなって、ジューシーの茶漬け、うまいだろこれ、出し付けですね、どうですか、お塩様、あと1個もらっていいですか、塩の森本さんのこれ、森本さんもおかわりですね、おかわりしましたね、おかわりしましたね、おかわりしましたね、こんなにの新メニュー爆誕、森野さん、ちょっといただいていいですか、うまい、標的めっちゃうまいんだけど、最高ですね、沖縄そばのそのカツオ風味がジューシーに入ってる、めっちゃ食べやすいんですよ、うまい、じゃあ森森さんはあのシンプルにおかわりします、シンプルに2杯目で、シンプルに、ちなみにもうそばいません、もう美味しい美味しい、一瞬で消えました、もじゃあもう食べていきましょうか、だし飲んで完食ですね、マジでうまい、おかわりした分もいただきます、はい、いただきます、はい、では、はい、でもね、そうさまです、本当に完食、完食ですね、真の完食じゃない、何一つのことはもう焼け野原です、ね、ごちそうさまでした、焼け野原めっちゃ美味しかったですね、体がめっちゃ高い、今高いですね、モリモリさんの、あのおすすめするところ本当に当たりばっかりで、そういつもね、あの勉強させていただきますありがとうございます、名古屋なんで、まだまだ名古屋はちょっとね、2回の地なんでね、はい、また面白いお店、美味しいお店があったらね、はい、またこれからも、動画にしていきますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、本日はじゃあ、ライそばさんで夜間の出る、蕎麦屋さんに来てみたでした、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。